さあやっていこう。久しぶりに、また1ヶ月ぶりに戻ってきました、この模式用シリーズ。もはや今が何回目なのかもあまりよく分かっておりません。毎回言ってるな。パート何本なのか確認せずに始めてしまっています。どうもアザラシです。やっていきましょう。5月4日から5月4日から5月4週後半から進めておりませんでした。だから今回のこの回で1ヶ月分ぐらいをバーってやって、ベシーってやって、まあなんとか試合見えたらいいかなという感じにね、していきましょう。月1ぐらいでやっていかないと。月1ぐらいでは、せめてもせめて月1ではやっていかないと。ウェーイ、見てくれこの17得点、17取りも取ったり、17点強い。これ本当に17になるって気がするな。こう淡々と点取っていくと最終的に17になるな。へえ。さあ次、岩本ガンチャソ。あんまり投げさせたくないガンチャ、給料が高いから。これあれだな、勝ってはいるけど終盤か。あーなるほどね、田中幸雄が打ってるな。いやー、まあまあまあ、ガンちゃんは今年はあんまり活躍できない年ということでね。この辺りちょっとあれかな、正田あたり、いや清水投げさせてみるか。清水ロッテのスタメン考えたら、わざわざ左投げさすのはちょっと酷か。右投げさせた方がいい気がするな。右内で右で、相手の桜井登板、勝ち。最下位ロッテだ、最下位ロッテなんてもう相手にしたらもうこんなもんよ、こんなもんよ。おお、すごい勝ち方してるな、強っ。もう日ハム、リアルの方の日ハムはこの6月交流戦終わってから、なんかもう交流戦の終盤から今日も負けたから6連敗だっけ。いやーって感じ。あ、まだや、まだ試合やっとるやんけ。今日6月29日に撮っております。6月9日の今9時ぐらいに動画を撮ってるんですけど、まだ試合終わってなかったですね。ヤクルトという巨人戦は、あの雨で1時間試合が開始が遅れ、 DeNA とベイスターズと広島カープは大赤字、今延長10回表裏ですね、1対1でね。ヤクルトと巨人の方は、まあ巨人は勝つでしょう、まだ8回だけど、まあ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 悪くないんじゃないかい。1億円プラスだし、それに何より順位も1つ上げたし、すげえ勝ってるな。16勝8敗。ランキングを見てみる。小笠原が3割9分、イチローをはるかにしのぐ。これがね、焼きつくの不思議なところよね。見てくれよ、ほら BB なのよ、 BB で、イチローは S だよ、これ S だよ、これ、ほらこうだ、 S 総力へ。にもかかわらず、にもかかわらず、小笠原が3割9分で首位独走。焼きつくのよくわからないところですな。小笠原の出塁っつったらもう4割6分だもんな。 OPS 表示してくれ、 OPS。 どうなっとんだこの小笠原。サンキューガッツ。ただし、あの今年の年俸が気になる。5億とか要求されそう。6月、皆さんどうですか。6月、なんかあんまり雨降らなかったっすよね。梅雨とはみたいな、梅雨とは何だったのかみたいな。沖縄は梅雨明けしたらしいしね。いやー今日は石川直也が打たれて、9回に打たれて、あ、シーズン中はあまりハードな練習はしない方がよろしいかと、というふうに。そんなことも、しかし雨なんでまあいいでしょう。グッズの開発をしていく。石川が打たれて、なんかね、ランニングホームラン打たれたね、9回にね。それで負けてた。ファイターズが調子悪いね。まあまあ頑張ってんだけど、ソフトバンクにもう一つ、昨日も7対5ぐらいまで行って、昨日7対5だっけ ?7 対5ぐらいまで行って、うん、
中盤追い上げはしたんだけど、ちょっと力を及ばずというか、そんな感じ。いやー、ソフトバンクには勝てないんですよ。あと清宮がもう一つだね、もう一つ。そういうところもちょっと気がかり。売りに打てたんだな清宮がね。うーん、村上の方がやっぱちょっと注目度が高い。同じ年でしょ、確か12年目で、新入団2年目で高卒。ここ大事だね、ここ。とりあえず小手調べに関根、そして強奪した勇気、そして清水。うわーん、強い、近鉄が強い。これはどうだろうね、終盤もうちょっと頑張って抑えたら枯れた、最後の最後に力尽きたって感じ。まあまあまあ、まだ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 序盤ですからね、まだ6月前半。ちょっと BGM が一瞬止まるとビクッとしてしまう。なんか悪いことが起こったかなと。金本200本あった。ねえ、ちょっと日ハムの調子が、一時期めちゃめちゃ勝っててね、調子良かったんだけど、その時期が終わってしまった。一人見つけましたね、またアメリカから、北米から。誰だろう、誰ですかね。サイマン、ノーマン、サミュエル。はっきり言って、あ、幸せ。サミュエルどうでしょう、ダイヤ種。サミュエル言いにくいな。サミュエル外野手、サミュエルの成績やいかに、成績というかそのパラメーターやいかに。だ、31歳、普通、BA、体力 BA、高打 CA、CB、長打力 DB、走力 CB、守備も肩 DA で、捕球 CB で、外野 CA と。控えめに言ってゴミだな。控えめに言ってゴミ。取る前サイモンとか良いんだったっけ、良いのでしたっけ、あまり覚えていないですけれど。せっかくなんでね、なんか施設、練習設備買いましょう。多分コントロールのやつ買ってなかったんで、これを買っておきましょう。あとは5億とかだからちょっと手が出ないな。5億8億円、スケールの大きい話をしている。さて、どんな練習メニューを、まあ雨で流れたから厳しめに行こう。シーズン中勝っていくっていうことだけ主眼に入れたら、まあ、もうちょっと気を抜いた練習を、調整に力を入れたような練習をした方がいいかもしれないけど、よし行こう。気がする選手なし、皆さん伸びております。まあね、この感じでまあ一つ回していきましょうか。いいよね、いいよね。もっとこうで上げた方がいいんかな。あ、まだ19歳ということで、2年目の清宮です。まあ、伸びる選手はまだ今のうちに伸ばして、ちょっと衰えが見え始めたら調整で投げさせまくるという風な感じにしていくと、まあそれなりにシーズン回っていくかなというのが焼き付くかなって気もいたします。はい、ちゃん大剣がもうちょっとコントロールが上がらないと不安定かな。ちゃん大剣というのが、超大剣というのが、ね、防御率 6.00、まあ、とりあえず初戦は豊田01、関根45、清水昭雄63。おっと3連敗。ここで痛恨の3連敗、ちょっと追えなくなってきたかもしれない近鉄を。
収入だけはあるけど。今12分か。結構ダラダラと喋ってる割には時間が。ファイターズ泥沼5連敗、現実のファイターズに近づいて寄ってきている。変わってないよね、基本的に変わってないよね。また雨かい。磯部を取って結城を取ったのに、さらにトレードで何か取ろうとしてるのか。俺はひどいな、近鉄に対して容赦がない。結城かな、いや、そうだ。お、近鉄には勝てた。ここすごいな、ここすごいな。 1イニングに5本ホームラン打ってる、すごい。門倉、横浜だけはやめておけ、横浜だけは。お、10回裏、横浜対広島10回裏、ツーアウト満塁という、そういう状況でございます。オバンドと小笠原が引っ張ってるね、うちのチームは。広島絶対絶命だ。おお、ピッチャーは中村恭平。下でスポナビを見ながら。3人。あ、また1人取ったね。また1人外国人を探してきたね。北米スカウトすげえ有能だ。北米に行かせたスカウトが。どんどん選手を発掘してきてくれている。フロスト、三塁手、少し荒いバッティング、盗塁それなりの長打力、これは早熟タイプでしょうね。23とか取れんよ、なかなか。三塁手ペラペラペラだけど、フロスト早熟急降下タイプ。打力はまあまああるが、守備がひどすぎるな。守備がひどすぎる。打力はある。取ったらちょっと面白い選手ではあるか。取ってもいいな。取ってもいい。取ってもいいけど取らんくてもいいって感じ。取ってみよう。誰か解雇しないといけないのか。取れない、やめときます。こういう途中で解雇させたら選手の信頼がガクッと下がるので、できない、できないですね。あっ、横浜の勝ち。延長戦の末、広島対横浜のカープ対ベイスターズの試合は最後、宮崎のセンター前ヒットでさよならということになったようです。手元のスマホが教えてくれて、豊田いいね。やっぱこれ放出するのちょっと痛いかもしれないな。ここに来て乗ってきました。連勝連勝、近鉄がびったりついてきた。びったりついてきてた。おお、1億。さあ、ニコニコ TV。59勝37敗。勝率6割2分7厘はなかなかのもんだと思うんだけどな。おお、中村のりの打率が小笠原を上回っている。おほう、内からいけそうなのは金子誠と小笠原。あと、バンドくらいか。ファイターズ5連敗の後は5連勝。勝ったり負けたり。トレード出してるよね。あと1周半で。1周半でトレードが怖い。トレードが怖い。とりあえずトヨダ。ベシェッ。ベシェッと87。次。勇気。いや、左だな。正打を投げさせよう。ベシェッ、兄さん。最後関根。うわー、負けた。
近鉄の勢いがすごいな。さあこれが終わるとトレードの結果が返ってきます。でね、おお、成功してしまった。果たしてこれで良かったのか。平下63番、的山57番。的山はもう成長の余地があまりないね。平下は成長の余地あり。これで、お、また北米で誰か見つけてきたな。慌ただしくなっていた、なっている。ただしさっきの F フなんちゃらフロストフロストはいい。バーンズ、一塁手バーンズ、おお、これもなかなか29歳いいんじゃないですかね。バーンズ良さそうだな。バーンズは、うん、万星タイプいいですね。万星級効果型 D、 バッティングはカスですね。やめた方がいいですね。だからサイモンの方がいいな。ファーストサイモン、サイモンは普通早めで、いや、サイモンよりも断然このフロストの方がいいな。フロスト取ります。フロスト獲得。これでちょっとピッチャーが多かったところが逆に今度野手の方が多くなってきたって感じに見えるでしょうか。フロストナイス見てくれ、打ちそう打ちそう、長打 B。 フロスト選手はまあうちの秘密兵器として大事に育っていく。ほとんど試合に出ることはないでしょう。淡々と進めていってますね。ここまで19分、淡々と進めても19分、もうそろそろ動画の終わりが見えてる頃ですね。40分とかの動画はさすがに長すぎると自分でも思うので、あまりそれはしないようにしていきたいところですが、石井と矢野上げ、坂東と藤本の2人は下で休んでおいてくれたまえよ。フロストは、まあ高打練習を下で棒西を下げるか。棒西下げてフロストだな。もう棒西はもう痛いに近い。うん、悪くないな。はい、え、いいかな、いいよな。でこっちだね。ラリーがすげえ投げ方してんな、こいつ。先発1人欲しい。先発矢野かな。先発は、いや、清水かな。先発は清水ですね。矢野を中継ぎにして、いや違う、桜井中継ぎ、矢野先発か。これで OK。 面白い選手が加入しましたね。まあフロストをどう、多分ね、稲葉よりは使えるな。 DH オバンドだけど、オバンドがさすがに稲葉よりオバンドが守備いいしな。でフロストは走力に見るべきものがあるけど、まあ走力を鍛えてもしょうがない。DH 戦っていう感じで鍛えていきます。あと的山か、新加入の的山。峠を越した感は否めない。まあ守備要員としてしか期待してないから大丈夫。よし、これでいこう。一応今獲得した選手の伸びてますね。的山は多分もうあんまり伸びない。それから桜井じゃないわ、上げた石井と、石伸びないな。矢野、まあいいでしょう。と平下、いい感じですね。よし、さあこのままぶっ飛ばして、6月4週目の前半のカードで試合を見ていきましょうか。もう結構時間が過ぎているので
若干巻きで言ってる、巻き巻きで話してる。いやまずいな勇気まずいな清水。いやーホークスが強え、ホークスが強えぞ。1億円、フロストは一応一軍にいるから代打で起用はできるか。うん、フロストを代打の切り札として出す。右の代打は誰がいる？右の代打がちょっといないな。ここ、さあここで試合を見ていきましょう。おお、近鉄、うちがボロボロにした近鉄じゃないか。あれ、いや、あの上げたばかりに、あの、おお まずいな。打線は別に何も悪いことない、ちょっと清宮の調子が悪いぐらいなもんで、打線は全然悪くないよ、全然悪くない。うん、打線悪くない。見ていこう、門倉対清水の一戦。まあ、何の変哲もないような試合だけどね。まあ試合をやっていかないと、あのサムネに使えるところがないのでね、サムネに使えるところがないっていう、そういう恐れから。向こうのキャッチャー誰だったか見てなかったな。向こうのキャッチャー誰なんだろう。おお、出塁できず。武藤にヒット打たれ、大村がバントの構えから完璧なバント、ノーアウト1、2塁を作り、迎えるは3番を追う中村のりのところで、さ、右中間をきれいに真っ二つに割るタイムリー。これで2点を先制して近鉄、さらにまだチャンス継続、ワンアウト2塁でローズ、フォアボールで片岡もこのままいくとフォアボール、パスボール、片岡は三振、吉岡をピッチャーフライに抑えて、なんとか初回を2失点で切り抜けました。助かった。さあ回は2回に入って、門倉はそのまま順調に投げ続けております。まだこちらファイターズは1人のランナーを出せていない。2回の裏、清水はここは三者凡退に切り取りたい。三者凡退、稲葉ファールフライ、ファールアウト。出てるのあれだよね、野口だよね。スリーベース、噂のタイム、噂だ、これでも噂で同点。さあヴィンセントがキャッチャー、さてはヴィンセントがおるんか、まだ。大村が打つね。ノリさん歩かした方がいいよこれ、ホームラン右が強えな近鉄は、右打者が。ちょっと清水には荷が重かったかなこれは。左はまあなんとか抑えてるって感じだけど、なんとか塁に出てほしいが、清宮も凡退、4番堂をピッチャーゴロ、金子誠もセカンドゴロ。4回の裏、やはりキャッチャーヴィンセントですね、近鉄のキャッチャー。もうトレード見えてるはずのヴィンセントですが、まだなんとかその老体を引きずって試合に出続けている。負けてしまうのか、的山という扇の要を強奪したにもかかわらず、ヴィンセントが奮闘することによって近鉄がまだギリギリ持ちこたえとるな。そのギリギリの持ちこたえによってうちのチームがちょっと危ない。一応5回投げ切ったら清水は変えるか。さあ6回の表、新庄を先頭の打者として出ることはできず、小笠原タイムリーじゃないです、ツーベースヒット。すごいバントで、いやバントしなくていいか、つぼいなら転がせでいいや。とりあえず1点ずつ返していこう、ランナーを進めるバッティングをしていけばそれで十分。まあ、とりあえずね、とりあえず
まあ坪井なら転がせで、おそらくヒットにならんね。さあ清宮だ、ほじゃ言うごろ。ちょっと清宮の調子が落ちてます。2割6分2厘、まあ2年目のルーキーとしては全然いい成績なんだけど、4番を務めさせていくということを考えるとちょっと心もとない、そういう数字ですね。これはどうだ、ダメだ、こっち見た。ショーズの足が止まりました。ライトフライ、あ、変えるんだった。次片岡だからここまで行こうか。よし、ここから右に変える。冷酷な、ちょっと冷酷な選手交代だが、まあ勝つためだ、非常かもしれんけど。今のセーフにならんか、ダメだな、ダメだな、ちょっと焦りが。あと2イニングで2点、ここ野口で、絶好調野口ですが代打、代打石本、石本でバント、ちょっと引きようかな。あー早い、ここもバント、これはいいでしょう、これは完璧でしょう。危なかったね、盗塁、即盗塁。これどれくらいか、多分ね3投いけるね、これは。まあ行く意味も特になしということで、行かない、あえて行かない。ここで盗塁、即座に盗塁、新庄盗塁でノーアウト二塁三塁、小笠原という形を作りました。これで一気に一番うちの打線の中で期待のできる小笠原を、いやー犠牲フライか、今のがアウトかい、大村の肩。まあ現実では結構弱肩って言われ、弱い肩って言われてたけどね、大村直之ね、まあ、この野球つくではもう守備のスペシャリストですからな。大塚明文来た、もうダメだ。抑えとしては多分このゲーム中最強クラス大塚。ノーチャンスか、負けるか、負けるか、負けてしまうか。ストライク、ツーストライク、追い込まれた。指し物清宮とはいえ、ここで打てないとちょっと2割5分台が見えてくるね。2割6分1厘、2割6分、2割5分、うん、見栄えがね。なんとかフォアボールで入れてほしいな。フォアボールでいい、フォアボールでいい。ダメだ、近鉄強い。打てる気しねえ、負けました、負けました。これは運命を分ける3連敗になったかもしれんね、今シーズンの運命を占うというか、うん、分岐点だった。いやー、
1点差1点差2点差競り負けてるな。そして6ゲーム、近鉄相手に6ゲーム、ちょっとこれは怖いね。近鉄強いわ。そうか、同じ D ぐらいの移籍だったから。誰だ、広岡達郎というすごい選手の登場です。広岡ってポジションどこ、ショート小坂にと200通り。広岡いる、いらんでしょう、いないよね、いる、お、お、ありがとう。島田一人、広岡、はあ、広岡早熟持続タイプ CBCBCBAS、 あ、総力 AS だ。あー、へえ。もしも獲得できたら即スタメンだわ、広岡。うん、広岡な、広岡ね、広岡な。キャッチャーがちょっと欲しい。指定なし、疲れ知らず、ホームラン量産、何でも打ち返す。ざっくりと探してくれ、ざっくりと。広岡哲郎、広岡哲也、ん、広岡だっけ。調べてます。広岡達郎か、達郎か、広岡達郎。この人はもう一回広島の人ですけど、まだ存命、まだ存命ですね。あー、日ハムには縁もゆかりもないね。巨人しかない。広岡、巨人しかない。取った場合どうだろうな。ドラフト1位でこの広岡取って2番目で島田を狙うっていう、そういうのもありかなって思うけど、現時点でまあこれぐらいだ。広岡ターボ全開、精神的な強さが魅力、即戦力。いやー、こっから巨人まくるかい、ちょっと難しいんじゃないか。し、力説する。危ない危ない、この言葉を真に受けていたらいくつ身があっても持たないよ。やめよやめとこう。うちには田中健介がいるじゃないか、やめとこう。じゃあまあとりあえず今日はこんなところにしとこうかなね。あんまりこう試合でいいところを見せられなかったけど、まあそんな月もありますわ。6月だしね、6月だし、そういう風なちょっと低調な時もあります。しかし近鉄と5ゲーム6ゲーム差ついたのはちょっと痛いな。本当にめくれるかこれ、まくれるかこれ。まあトレードは成功したということでね、近鉄から平下とそれから的山を2人獲得、キャッチャー、それから外野手をもう1人北米から取ったということでね、フロートかなまあまあまあそういう選手取ったりということで、まあとりあえずそういう6月でした。次回7月後半かな7月後半にまた上げます。ほんなまた。